最初はグーじゃんけんぽん、はい、これしょ、はい、これしょ、ゴー、はい、めっちゃ強い、めっちゃ強い、何です、何の出るのはこれ出してからにして、まだ割れ、まだ分からんと思うけど、消しカツ置いて分かったおい、ドロー、あ、まあ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 、どんだけでも強いな、無限に強い、はい、終了で、はい、ドロー、え、めっちゃ強いの、何も埋めたくないやつよいや、全部埋めたい、じゃあ3マナ、はい、チャンスかな、いや、ドロガンやない、あー、やばい、はい、で、チェンジ、はい、ドキドゴンバスターかと思いながらドキドゴンシルバー、何回言うよ、はい、3回、じゃあドローしよう、はい、強いね、それ、4、破壊、はい、なんでクリーチャー出してないよ、4、うわ、1、加速、はい、強い、どうぞ、え、2点やな、はい、次走ってこんやろ、終了、走れんね、おお、熱い、激熱よ、マジピ、多い、え、それは違うよそれちょっと話変わるんだけど、まあ加速込みの話を進めようかな、はい、はい、そんな、はい、ドキドゴンします、はい、あ、これ加速でも熱いんだよね、破壊の方がやばいね、そうやね、割と破壊からの出撃、格闘ボーン、うざお前、お前やばいだろそれはうますぎはぁ、はい、で、もう一回6でいいよ、あー、加速か、チャンスが2回じゃない、ほんまや、すまん、はい、アルカからの効果、はい、これ警告1で、おおちおち、お、熱い、お、激熱よ、勝ったお前、それいや、弱いの短期ラフルじゃね、バカじゃあ、はい、でガチャ3回はまあ保留にしようかな、はい、ここ処理終わったやつ、はい、で終わってないやつ、はい、で効果、はい、でアルカクランも1回使ってあげると、じゃあどうぞ、じゃあアルカクランの効果で気流で終わりだね、はい、はい、割とハッピーセットだよ、ね、うん、すごいね、もう積もった感もあるよ、効果、はい、質問 SA ですか、いや違います、 SA ではありません、今から SA にします力を見せないで、オロチで、オロチ効果で、あの不動の効果でオロチ送らなくていいです、はい、多いですか、じゃあ効果、オロチの効果、はい、じゃあアマテラジアル、お、じゃあアマテラジアルの効果使います、やったか俺多色全部 SA だねやけど、これ完璧や、はい、で、放射銀、はい、します、はい、で放射銀の効果で、はい、打つんですけど、まあ、アマテラジアル経由するんで一応省略いいですか、はい、じゃあシャッフルで、これがボトムに行くと、はい、でボトムに行ってフォーサイギンの対象が、アルカクラン、はい、でもう一回アルカクラン、はい、完璧やね、シータカラーじゃなくて、もうひらめきなんとかカラーでひらめき打ちゃいいの、いやまだサンドバッグやそこ不確定要素じゃんアマテラジアルで、はい、いやここに不確定要素あるからまあさすがにこっちかな、はい、じゃあひらめきプログラム、はい、いきます、はい、で、シャッフルか、一応、はい、シャッフルだね、うん、シャッフルで、はい、対象はアマテラジアル、はい、ここにいるやつで、はい、じゃあ発表します、はい、じゃあ8出るまでどうぞ、じゃあ、はい、パスで、はい、まあ、これしか入ってないんで一応、はい、でシャッフルで、多色全部 SA にあるんで、お腹いっぱいだ、もうガチャいいんじゃない、これガチャ強制なんですよ、なんと、あのワンチャン興奮しすぎると LO するっていうで、ガチャ3回で、はいはいはい、じゃあ4、破壊、3、バッテン追加で、ここやな、はい、で4回で、今から3回、はい、6、出撃、いらんよ、もうこっちですよ、困る何でまだ楽しもうとしたの、分かる、はい、で、かぶった、はい、で、ダメです、はい、どうぞ、いや、ちょっと待って、アルカクラン、高騰してしまうなキルエジルベスまで行ったら、まあ、天保って感じだねいや、まだあるよ、近づ、ほんまや、はい、ワンチャン、エローするってマジ、あ、これ出ないか、出てるか、うん、で、5格闘で、はい、で、バスターで4点って言ってるところで3点、はい、はい、じゃあダブルでダイレクトで、OK です、うー、これがバスターリペアこれがエリアだったんですよすごかったね、今の
やこれ一回止ま一回6で、まあ、あれかくなんでたら、ステーキ止まらなくなる。裏ドラで役満乗ったから。ドラマグーみたいな。はーい、デッキ紹介パートでーす。デッキ名何これ？これは、これ 666C やね。どういうことっすか？6だとかでるから。まあ、各カードの採用理由簡単に聞いとくか。これはもう強いじゃん。そうこれもガチャできるやん。いっぱい出る。で、これはこれになれるやん。うん、ね、これもガチャできるやん。いっぱい出る。これは、あれかけられる方やから、超人。これは、まあ見たらわかるけど、この呪文2枚しかない。うん、うん、なるほど。これはもう交際銀打つためなんだけど。これ、ひらめきモデルよね、一応。あ、そうやね、ほんとや。てか、それがメインなんじゃないのこれ。これで8出せるんでしょ。まあ、これで出さなくても、一応、ドミティウスからキルジェルペスになれば、ドギラゴンバスターの役割はやってくれるんだけど、こいつ赤緑っていうのがめっちゃ強いから。なるほどね、色的な意味もあると。そうそうそう、はい、で、不動はまあカマス回避とかの意味もあるよね。そうだね、カマスとミクセル。ポクチンもいけるか。そうだね、あとはその殴るときにシールド増やせるから、速攻デッキとかにも、うん、まあ一応対応できるかなって。なるほど。で、剣術は何これ、何入ってるの。剣術はね、フォースアゲインを一回打ってしまうと、はい、もう例えば、まあ、これがね機能しないと、これが手札にあったり、はいはい、縦にあったりして、はい、って時に、まあ、フォースアゲインを1回打って、でフォースアゲインの効果でアマテラジアル経由して、はい、近日打つんだけど、はい、近日打ったらフォースアゲイン山札の下戻るんだ。あ、ってことはもう1回アマテラジアルが出た時にもう1回打てるってことね。だからストックを貯めやすい。なるほど。でオロチが、まあ、オロチは普通に何でもいいか。オロチはね、本編だとあの宇宙があったよね。そうヘッドを戻す、まあ、オロチは確定要素のバベルギヌスみたいな感じなんだけど、言うたらオロチってね、そのめっちゃ出してる時にアルカクラウンで出していくやん、うん、したらアルカクラウンって結局山札の下に戻っていくわけやん、うん、アルカクラウン、バスター、ドミティウスは山札の下に戻っていくから、その残ってるやつをアルカク、あ、じゃあアマテラジアルでシャッフルした後に出やすい。なるほどね。結構ね、山札に戻るってのはどういう意味で戻る。だからドミティウスで出なかったから戻る。ああ、そういうことね。はいはい。そうやな。まあひらめきが言った通りやね。で、まあこれも SA 要因、 SA 要因で、バベルギヌスはまあこの辺出しの持ちできる。そうそうそう。で、短期ラフルはまあ言うことなしと。そうそうそう。はい、別にこれぜひ作ってみてはとはならない。いやでも、でもここに6連覇したんで。あ、これ当たったやつが不遇でしかない。だってびっくりしたもん、あの、やったりまん、やったりまん、パーリナイトって言われて、ダインドっつって、別にドヤ顔しようやに、うん、トリガンっつって、格闘格闘半壊っつって。顔面粉々ある。お前、ご都合しみすぎやろ、それ。顔面粉々なってくから。というわけで、現場からは以上です。